富山市は、富山県の中央部から、南東部にかけて位置するし、富山県の県庁所在地かつ、最大都市であり、中核市に指定されている。越中富山の置き薬富山県の県庁所在地で、同県の中央部から、南東部に位置する。2005年4月1日、富山市、上新川郡大沢の町、大山町、霊郡八尾町、 府中町、山田村、細入村の7市町村による新設合併によって現在の富山市が発足した。この合併により全国の都道府県庁所在地の中では2番目に広い総面積を持つようになった。また、富山県の29.24%の面積を占め、一つの市町村が県に占める面積の割合としては全国一致である。 地域は富山県域に対して南北に渡っており、日本海と南側の県境いずれにも接している。広い層面積に対し、過重地面積比率は38.2%で、地域の約6割がリニア地となっている。また、市街化区域面積比率は5.8%であり、環境モデル都市の選定を受けて、コンパクトシティを目指した。 都市計画を進めている。また、環境未来都市、国際会議観光都市、国連エネルギー効率改善都市、レジリエントシティ、持続可能な開発目標における SDGs、未来都市、自治体 SDGs モデル事業に選定されている。市内の多くは、立山黒部ジオパークに、南東部は、中部山岳国立公園に指定されている。 同市は2011年よりインドネシアバリ島で小水力発電施設の設置事業を推進するなど国際的な環境事業に力を入れており2017年2月2日には日本の中核都市としては初めて国際協力機構と人材交流や技術協力などの協定を結んでいる同市は県のプライメートシティとして機能している合併により 越中富山の薬売りで知られる、富山城の城下町として栄えた、地域、浄土新州の古刹門明寺の門前町として発展した、地域、立山信仰の登山者たちの宿場町として、人々が行き交った地域など、多様な地域が包含された。ライフラインの本社や支店が置かれ、商業、工業面において、富山県の中心のみならず、 北陸地方の拠点都市としての機能も担っている。地形も変化に富み、水深約3000メートルの富山深海ハ瀬から標高2986メートルの水晶岳まで様々な動植物が生息し、ホタルイカやライチョウなどが観光資源化されている。ホタルイカが水揚げされる、富山市から魚津市にかけての富山湾に沿岸は特別天然記念物に指定されている。 方言は、富山弁が使用されている地域である。林県の新潟県の県庁所在地、新潟市とは252.5キロを離れている。これは、陸続きの林県同士の県庁所在地間の距離では、日本最長である。薬師岳山荘と山県の中部から南東部に位置しており、県の総面積の約3分の一を占める。市の北部から中部には、神通川、 上岸寺川などの川によって形成された、中石平野の富山平野が広がる。中西部には、なだらかなクレハ丘陵が横たわり、南部には、飛騨高地が、南東部には雄大な北アルプス立山連峰が、そびえる。森林セラピー基地に認定されている。富山平野の北側には、豊富な魚介類の宝庫である、富山湾が広がっている。 立山カルデラ内にある荒湯という池では、上質な魂づく石を産出する。富山の地名は、室町幕富士騎の吉見仙来が、大永5年5月3日に、越中国外、山郷寺当職を三勝寺に寄せた、寄進城が所見である。富山郷は、越中守護所北条津があった伊水郡の東端である、五福山の登録に位置する。この地形から、 富山の字が当てられたとする説がある。富山字は、戦国時代に初見されるが、江戸時代は、富山、富山の両方が使用されている。また、慶長年間以前に成立したことが確実な、文献資料のタイトルに、富山古歴がある。この他、以下のような説がある。駅北ブールバール、富山市中心部周辺の空中写真。 1975年撮影の10枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。昭和の第二次世界大戦後に市街角域内は土地区画整理され、東西と南北に5番目状に伸びる道路と富山駅を起点とした5本の放射状道路により構成された計画都市となっている。 富山駅南口からメインストリートが伸びており、路面電車でアクセスできる繁華街が発達している。かつては駅裏とも呼ばれていた富山駅北側は昭和末期に策定された富山都市未来計画による再開発が行われ、現在では LRT が整備され、シアター、富山市芸術文化、ホール、シティオアシスである。 ふが運河が水公園や富山県美術館などの施設が立地するほか、企業の本社などオフィス街が発達している。また、神通川を渡った市内西部には、五福エリアに富山大学を中心に学生街が、府中町エリアにショッピングセンター、フューチャーシティファボーレをメインとしたロードサイドショップが点在する商業圏が発達している。また、岐阜県の日だ、 高山方面へと続く国道41号線沿いにも、ロードサイドショップが点在する。一方、古い街並みの残る八尾地域は、越中おわら風の盆で、全国的に知られ、多数の観光客が訪れる。日本海側気候で、旧富山地域は、豪雪地帯、地域南部の大山、八尾、山田、細入り地域は、特別豪雪地帯に属している。しかし、 北陸地方の他の地域と同様、井戸の割には、太平洋側と比べると気温は温暖で、年間降水日数が多く、特に冬季は多量の降水を見る。富山平野は富山湾に面しているが、能登半島で日本海からの海風が遮られ、南側に飛田高地などの山脈が連なり南南西の風が卓越しやすいなど内陸性とも言える気候の側面を持つ。 以上の地形的な特徴により、冬の季節風が比較的弱いものの、夏はフェーン現象の影響を特に受けやすく高温となる。冬は雪や雨の日が続く。年平均降雪量は383センチで、都道府県庁所在地としては、青森市、札幌市、山形市に続く多さである。年平均最新積雪は62センチと青森市。 札幌市に続く多さである。これには前述の地形的な特徴も原因となっており、野戸方面から吹く弱い北西風と、金沢市方面から吹き込み、南側の山地を回り込んでから吹き降りるハ影が、富山平野で収束しやすいことによるものである。冬期の過去最新積雪は1940年1月30日に観測された208センチ。 近年は暖冬化により、積雪が減少傾向であるが、2021年1月8日に35年ぶりに100センチを超え、1月10日には128センチに達した。真冬日は年平均1.2日と少なく、最低気温の平年値も約摂取0度と、関東地方の郊外都市部より高い。いわゆる湿り雪で、積雪後は北海道。 東北地方のような工場的な凍結状態にはならない。夏は日本海を台風や低気圧が通過した際に著しいフェーン現象が発生し最高気温が摂氏37度以上になることがあり2000年7月31日には最低気温が摂氏30.1度といわゆる超熱帯夜を記録している。年平均熱帯夜日数は点四日。 富山県岐阜県長野県富山市街地に相当する神通川下流域は複合線上地の恩恵により大化の改新よりも前から北陸道における農作地として存在していた。神通川西岸には古代種族である伊水神氏が有力種族としており、この伊水神氏は伊水国像である大川音足にの光栄であり、リハ神などの有力種族を分出した。 クレハ山にある古墳群は、このイ水ズ新種の血統の祖であると考える説がある。天平期においては、現在の富山市東部は、東大寺の開墾殿、大屋武将と呼ばれていた。また、さらに東部において、現在の滑川市を中心とした地域は、堀江荘と呼ばれた。平安期に入ると、新たに、伊勢神宮領、広田三や、 長江道領新保三國や新熊の車両立山下空などの荘園が立奏された。また北陸道における駅として岩瀬、水橋が配置されていた。そのうち水橋は枕の奏司において渡りは四角の渡り、濃妻の渡り、水橋の渡りとして記されている。立領制度において貴族社会を根底から支える貴族私有地制度。 荘園は拡大し、白川、鳥羽、五白川の三大陰世期において、さらに増加した。当時、実質陰文国であった越中国において、藤原健隆氏の果十字一族の遠跡である宮地野氏が留守役として下校していた。白川法王が死去すると、在地において、治療国として、荘園を管理する体制が現れた。堀江荘は、 藤原健竜一門が、半宮屋僧、宮川僧を、藤原紀義一門が、高野僧を、藤原実行一門が支配した。加重寺市の留守役である宮地野市は、堀江宗や大田田もを、資料支配し、その分家筋である大田市や荷川市の祖となった。その他の荘園も、同様に在地の資料支配へと移っていった。源の頼朝の地業である。 鎌倉時代になると、南部に広がる大田保が、北陸道大将軍に任ぜられた幕府の御家人、北条長自所領となった。これは、兵士の治療もなかなか受け入れず、木曽義仲に組みし、源義経の逃亡路となったという、幕府にとって、都合の悪い越中国の国人たちを牽制したもので、ある。その一方で、堀江荘における宮地の氏は荘園を安堵され、大田氏も、 大田田持を除く、開発量を安堵されており、在地のものに対する御家人への道を残している。この頃、名古屋朝時の悲観として、後の新川軍守護大屋である、千葉一族椎名氏が入部し、在地に土着した。越中国守護北条朝時は、執権北条氏における有力所流の血統であったため、北条氏着流の弾圧を受け続けた。 そして名古屋寺院の大になると、六原丹大が壊滅、在地武士の離反にあって最後は、一族七十九人が、北条都城にて滑腹し、最後を遂げた。時近くして、鎌倉において、北条高時が自害、鎌倉幕府は滅亡した。南北朝時代に入り、官能の上乱で活躍した越中守護、桃井ただしつめは、大田保府市の広告寺周辺を拠点として、 反爆運動を展開した。自カツは一時幕府に基準したこともあるが、芝市との対立により再び越中に下校して、反抗した。桃井は長沢などで交戦を繰り返したが、1371年に、並軍後位相の合戦後、自カツは、消息不明となり、芝市による越中掌悪が進んだ。一方、神通川と上岸寺川に挟まれた地域に広く、 拡大した、大田田持は、室町幕府官僚細川家領となり、大田田持北部に柳町などの町が誕生する。芝市と細川市は、幕府内で、対立関係にあり、芝市が、越中守護として、桃石を没落させた後も、細川市は、大田田持を所領し続けたため、桃石の残党や国人は、大田田持に逃げ込み、細川市の庇護を受けた。 この頃、大田保領内に富山里が現れる。1377年、腰中国人の無本が起き、守護しばしと合戦になった。その敗れた、腰中国人を完了、細川頼幸は、大田保で保護し、そこに、しばしが攻め込むという事態に至った。激怒した、細川頼幸は、大官篠本氏を派遣ししばしと対峙させ、事態は、 一触即発の状況となった。この状況が続き、やがて経営における、細川追い落としの動きが強まり、細川頼りは、官僚を罷免され、柴義行が官僚となった。ところが、細川氏は、大田田持を手放さずにいたため、ついに、越中国守護は、柴氏から畠山元国に譲られる。以降160年にわたり、越中国の守護は、 最後の畑山種長に至るまで、畑山市の世襲となる。当時の越中は、新川軍を、椎名市が、伊水軍、姉軍を、神保市が、波軍を、湯佐市が、守護役から発展した文軍守護大として悲観していた。守護大の下には、また守護大や、軍師などと呼ばれた国人たちがいた。越中守護、畑山も地区にの後目争いから生じた。 応仁の乱の際には、これら文軍守護大たちは、畠山正長の進化として従軍した。中でも、神保朝政は、正長自決の後、正長の立てた将軍足利義材を、越中法上津に迎え、将軍貢献を二分する、幕府政権を構えるに至った。この際も、越中進化和軍の椎名市などを含む諸国の畠山、守護大たちは、 足利義材の受け入れに協力し、義材が越中を離れるまで、文軍守護大たちの足並みは揃っていた。しかし、用であった正長を失った畠山氏は、各地の国人たちを束ねることができず、求心力を失った。越中においても各文軍守護大が力を増し、細川氏の庇護を受けた、本願寺による、一向一揆も力をつけるなど、歴史の幕は、次なる。 権力闘争へと移っていった。笹成政富山城戦国時代以降、名軍、伊水軍文軍守護大であった神保朝食によって、大田田持北端を流れる、神通川の自然堤防上に、富山城が築城され、城下町としての富山町が発展した。この頃の越中国は、越後上杉氏や織田氏の信仰を受けていた。一時、 越後上杉氏の信仰を受けた後、織田信長により越中平転を命ぜられた、笹成政が入場し、一向一揆や越後上杉氏との戦いの拠点となった。当時、笹成政によってなされた、治水事業は、河川の氾濫を制えて、以降の下流域全体の発展に至った。豊臣時代には、越中国は、前田氏の領地の一部となり、前田氏の管轄地となった。 江戸時代に入ると、南部に、肘方市の布市藩が成立した。その後、布市藩は、のとに違法され、加賀藩初大藩主、前田利長が、富山城を、隠居地とした。1609年に、富山城が消失したため、利長は、高岡へ移った。なお、この火災で城下町のほとんどが消失したとする説があるが、これは、元六年間に記された、 壺木木ききに由来する説であり、当時の資料によれば、城は全焼したものの城下町は、比較的軽微な被害であったと見られている。その後、年長の養子市となった二代藩主、前田利市常が隠居する際、その後、前田利次が、越中五十四万国の内根井群一円の地と、富山を含む新川軍の一部十万国を分放し、富山藩が成立した。 この文法により、富山城下は、富山町として、現在の富山市中心市街区が整備され発展した。また、富山藩二代藩主、前田聖保が制約を推進したため、薬の製造と販売を一括して行った上に、それを顧客の自宅に配置するという特殊な業態を創造し、それを中心とした産業が発展した。 中世以来三戸七港の一つとして栄えた岩瀬地区では北前船などの日本海航路の拠点として発展した。1871年8月29日の廃藩地県により、富山藩領は富山県となり、加賀藩領は金沢県となった。同年12月31日に、富山県は金沢県、都並郡、新川郡の編入と同時に、 新川県へ改名した。1873年9月6日には、新川県庁が魚津から、富山城市に移転した。1876年4月18日に、新川県は、石川県に編入されたが、文献運動の末、1883年5月9日には、石川県から旧、新川県全域が、富山県として分離され、現行の富山県が発足。 以来、富山は、富山県の県庁所在地となっている。1889年4月1日の市政志向の、後、臨海部を中心として、機械工業や化学工業による、工業化が進んでいた。1899年に、官営鉄道北陸線が開通し、江戸時代から続く、日本海航路の拠点である、岩瀬港や、甲信越地方、東海地方とを結ぶ。 交通の要衝として発展していた。岩瀬港周辺では、海鮮ドニアが映画を極め、特に大きな海鮮ドニアは馬場や米田や森屋、畑山や宮城家の五つの問屋であった。中でも馬場家は、その八代目の妻である、馬場春が、旧生徒山高等学校の設立に尽力し、現在の金額で、総額160億円もの寄付を行い、 富山市発の名誉市民となっている。また、売薬業においても江戸時代から着々と積み重ね、大きく成長した薬問屋が流生していた。中でも、小木原市、中田市、金岡市、三田市、松井市などが特に大きな富山市在地の問屋として知られていた。彼らの中から、北陸銀行初代討取りである、中田西弁や、北陸電力の前身となる、 富山伝統の創業者である、金岡又左衛門が生まれている。1928年に、県志港の富山都市計画事業が採用された。富山駅の北側と神通川川口の東、岩瀬港とを直結する不岸運河により、工業地帯を、形成、116万立方メートルの運河、改作土砂を得て、約117ヘクタールの旧稼道を埋め立て、 新市街地を作ろうという一挙両得の計画であった。1936年には、神通廃川地の埋め立て地で、日満産業大博覧会が開かれ、この時期に、富山県庁舎や富山電気ビルディングなどの近代建築が立ち並び、富山市の都心部となるに至った。現在、屋形船や桜並木で市民の愛着を得ている、松川や、 宮本明の小説、ホタル川や、同名映画で有名なイタチ川は、神通川の旧稼働の痕跡である。この改作埋め立て計画は、ある都市計画エンジニアの人生についてにある通り、富山県の都市計画富山地方委員会議士、明石寛一によるもので、白井良樹が表した、都市富山の石を築く河川、橋梁、都市計画にかけた、土木技術者の足跡や、 昭和初期の富山都市圏における土木事業と三人の土木技師などに詳しく記されている。なお、都市計画地方委員会は道府県ごとに設置され、赤市寛一は内務省から送り込まれた都市計画担当の技師である。赤市は10年間富山に勤め、立案から事業の外政まで一貫して携わった。1940年代に、 戦時色が強くなると、富山城市が国威発揚の場の中心となり、1940年8月10日には5000人を集めた内江市民大会、1941年7月7日には1万人以上を集めた国威専用富山市民大会、1942年2月18日には非常に多数の市民を集めたシンガポール、陥楽戦勝祝賀式など、 第二次世界大戦の序盤までは多数のイベントが開催された。しかし一方で、大戦末期、1945年8月2日の富山大空襲では、富山城市がアメリカ軍の爆撃目標となり、死者2275人、市街地の99.5%が消失する壊滅的な被害を受け、城下町としての入り組んだ街並みや面影は破壊された。 1950年、戦後の焼け野原になった富山市において都市計画が策定された。富山駅を中心とした放射状道路と5番目の直行した道路によって構成された近代都市計画が推し進められた。戦前から存在した港湾設備や重化学工業や機械工業の復興が行われ、高岡市、新港市などの臨海部を占める地区と一体となった。 工業地帯を形成した。さらに、工業の発展とともに、需要の高まりを見せた、電力供給のため、川口域には大規模な火力発電所が整備された。そうして、富山市は、高度経済成長期を駆け抜けた。戦前から患者がいたが、1955年頃から1970年代に、かけて健康に影響する奇病の痛い痛い病の、 公害問題が深刻になり民事訴訟などで問題化した。これは四大公害病の一つで、岐阜県の三井金属工業上岡事業所による鉱山の精錬に伴う未処理排水が神通川に流入、下流域である熊野、新名、府中で発症する人が現れた。1963年8月、公共用飛行場として富山空港が開港する。 東京便が就航した。1972年、週末ごとに繁華街を中心に若者が集結し始め、通りをマイカーで暴走するようになった。事態を重く見た富山県警察は、中部管区警察局の支援を得て、同年6月24日に、機動隊など1200人を投入。市内の主要道路を夜間通行止めとし、 映画館などの深夜営業を中止とさせた上で、集まった約1000人の群衆を解散させた。平成初頭に整備が進んだ、富山駅北地区のランドマーク、タワー1111993年3月、富山空港に第一期国際線ビルが完成する。同年4月に、韓国、ソウル便が、1994年7月に、ロシアウラジオストク便が就航する。 1994年7月31日から8月24日にかけて全国高等学校総合体育大会が開催された。1995年、富山市民芸術創造センターが完成した。これは音楽、演劇、舞踊、美術などの創作、練習を行うことができる施設である。 本番のステージと同様の環境で練習が行える、舞台稽古場やリハーサル室、個人やグループの日頃の練習が行える、練習室がある。1996年4月1日、富山市が中核市の指定を受ける。事務権限が強化され、飲食店営業などの許可、保育所の設置の認可、監督などの事務を行うことができるようになった。 1996年9月、富山市芸術文化ホールのコケラ落としがなされた。4層5回、送客席数2200席を有しており、コンサートや演劇、学会などに幅広く利用されている。3年半舞台と呼ばれる舞台であり、大きな舞台セットを転換することができる。1996年9月28日から10月7日にかけて、国民文化祭と、 山96が開催された。1997年、普段運河寒水公園が開園する。と山都市未来計画のシンボルゾーンとして整備された、普段運河の周りに作られた、広さ9.7ヘクタールの公園である。園内には、一体の展望塔や、展望塔館を結ぶ赤い糸電話を備えた、天文橋がある。寒水公園と岩瀬とを結ぶ。 富願水上ラインの上空場がある。1998年、富山空港に中国大連便が就航する。1999年、富山市総合体育館が完成する。1999年、富山国際会議場が完成する。2000年4月1日、第55回国民体育大会。2000年と、山国体は、冬季夏季 周期大会と年間を通じて開催される。2000年、第36回全国身体、障害者スポーツ大会が開催される。2005年4月1日、富山市、上新川郡大沢野町、大仙町、ネ郡八尾町、府中町、山田村、細入村の7市町村が新設合併して、現在の富山市が発足した。 新設合併のため、改めて中核市の指定を受ける。2006年、西日本旅客鉄道からの移管を受ける形で、LRT 路線の富山ライトレール富山高線が開業する。2007年2月8日、富山市の中心市街地活性化基本計画が第1号として認定される。436ヘクタールが対象で、病院や介護施設。 商店を中心部に集約し、高齢者らが次世代型路面電車などを確認、車に頼らず暮らせる環境づくりを進める計画。バス路線の支援事業や JR 高山本線の増便事業、富山ライトレールなどの公共交通機関支援事業を実行している。2007年3月25日午前9時42分頃の能登半島地震により、 市内では新桜町、府中町、笹倉地区で、震度5弱、石坂、八尾町福島、今泉、上二杉、花崎、山田湯、二れ原地区で震度4を観測した。2007年、八尾地域に、坂の町大橋が開通する。2008年7月22日、政府から、環境モデル都市に選定される。2008年、JR 高山本線に、 府中坂駅が開業する。2009年、路面電車の富山と新線開通による、環状運転、及び、新型車両のセントラムが、運転開始。2010年、国道41号イノ谷にレゲン道路が開通する。2011年、アイザックスポーツドームが完成する。2012年、常西公園小水力発電所、東町。 東新町公民館小水力発電所が完成する。2013年山田地域ライトアップ事業虹の架け橋が開催される。2014年12月米国ロックフェラー財団が主導する100のレジリエントシティプログラムにおいて都市が直面する課題に対し先進的な取り組みを行う世界の100の都市の一つとして選定された。 2015年の富山駅2015年3月14日、北陸新幹線、長野金沢間が開業し、東京をはじめとする首都圏、関東地方とのアクセスが、飛躍的に向上した。また、同時に、富山駅現役車の部分開業及び、路面電車の富山機動線の富山駅、高架下乗り入れが開始。2015年、富山市ガラス美術館。 富山市立図書館本館などの複合施設、富山キラリが完成する。2016年5月15日16日、第42回先進国首脳会議、伊勢島サミットの G7 富山環境大臣会合が、富山市で開催された。G7 及び EU の環境担当大臣や、関係国際機関の大臣等が、国際社会が直面する主要な環境問題に、 関する意見交換をするなど、富山物質循環フレームワークが採択された。しかし、8月から9月にかけて、市議会の自民党議員が、偽造領収書を用いて、政務活動費を不正に受領していたことが発覚した。民進党系議員の中からも不正行為者が判明し、9月20日現在で10人が、議員辞職を表明している。2017年3月、 富山市、レジリエンス戦略を策定し、自然災害などに対応する都市レジリエンスの向上に、資する、様々な取り組みを推進する。2018年6月15日、経済、社会、環境の分野をめぐる広範な課題に統合的に、取り組む、地方自治体として、国の SDGs 未来都市に選定された。8月には、 富山市 SDGs 未来都市計画を策定した。2018年、年輪ピック富山2018が開催される。2019年3月に、富山市環境モデル都市行動計画、コンパクトシティ戦略による CO2 削減計画を策定した。2020年3月21日、富山市の南北を走る路面電車の直通運転が始まった。 これに先立ち同年2月22日に、富山市南部を走る、路面電車を運行する富山地方鉄道と、富山市北部を走る、路面電車を運行する、富山ライトレールが合併した。ガラス美術館などが入る富山キラリ街中に、ステーションが設けられたレンタサイクル、アビレ2007年4月1日現在の職員数は4374人。 2010年度までに4311人以下に削減することを進めている。同規模の都市と比べると市民一人当たりの職員数はまだ多い。現在民間委託、民営化を進めたり、PFI の活用を行ったりしている。地区センターでは各種申請、書類の発行が行えるようになっている。行政窓口教育行政中、埼玉和は、 4月の新富山市発足から新市長が決まるまで市長職を代行する職務執行者を務めた。2007年度の当初予算規模は約3677億である。合併して新富山市となった2005年度の当初予算に比べると約16.6%となっている。水道事業や病院事業などの企業会計で520億。 の増加が著しい。2006年度決算は約63億で赤字である。資災残高は約4420億である。なお、2006年度の当初予算規模は次のようになっている。消防主な郵便局警察と山市議会は定員38人。市議会の組織会派の厚生北陸電力本店、北陸銀行本店経済においても、 富山市は富山県の中心地である。富山経済は廃藩置県後の明治期の富山県においてそのもとを築いた。代表的なものには北陸最大にして地方銀行全国第2位の北陸銀行や北陸電力の本店が富山市に所在し富山県を呼び北陸の経済活動の基盤を形成している。また富山県の経済を 側面から支えている富山大学は富山市民や団体の寄付行為によって生まれた旧制富山高等学校や富山薬学専門学校の流れを組んでいる富山県は全国で最も農耕地における稲作率が高い県である富山市郊外にも水田が広がる西部の暮れ地区では工術の梨畑が広がっているまた山間部の一部では ブドウの生産が行われている。水産業は海岸部西部の四方と東部の水橋に漁港がある。また、かつては神通川にマスが遡上しており、それによってできた名産がマス寿司である。名産品問山市は日本海側屈指の工業都市である。戦前より続く産業として江戸期まで遡ることができる薬の都山に代表される。 製薬産業や全国屈指の製造量を誇るベアリングなどの工業、機械製造業がある一方、昭和後期のエレクトロニクスやロボトロニクス、関連産業の流盛により、地域内で蓄積された先進的な微細加工技術によって、精密工業製品や各種微細加工素材、精密自動車部品、高機能ロボットなどの製造業が台頭している。 これら工業の製造研究拠点としての発展を裏付けているものは安価な電力供給と良質で豊富な工業用水を容易に得られる地理的条件。富山大学、富山県を中心とした山岳館連携研究施設の充実、そして重要特定公案、伏木富山港富山地区や北陸自動車道、東海北陸自動車道等による太平洋。 川工業地域と関日本海側諸国への交通の利便性を兼ね備えた地域であることが挙げられる。伝統工芸ソークルワフェリオグランドプラザ旧来からの中心商業地はソークルワ西町界隈である。しかしバブル期以後、富山駅周辺でマリエと山や富山ステーションフロント CIC など商業ビルの建設が相次ぎソークルワ 西町との客の悔い,いが生じている。さらに工述する郊外型 SC などの進出による打撃も大きく、年々ソうくるは、西町のステータスは相対的に低下する傾向にある。ソうくるは、西町では2006年3月に大手百貨店の西部富山店が撤退し、なおも求心力低下が危惧されているのに対し、駅周辺は新幹線が開通し、 富山駅の高架化、区画整理事業が進行していることから、今後も発展すると考えられる。この状況を打開すべく、総ーは、西町一帯では、市のコンパクトシティ推進政策も、相まって、再開発計画が、複数提案され、進行している。2007年9月に移転新築の百貨店の富山、大和を核とした、商業施設、総ーは、 フェリオが開店した。富山大和旧店舗跡地は、富山市立図書館、富山第一銀行本店、ガラス美術館が入居する複合ビル、富山キラリが2015年春に完成した。総局は西地区においては、シネマコンプレックスや、ホテルなどの複合商業、ビル、U タウン総クル和が2016年6月に開業し、総クル和、西町地区では、 約10年ぶりの大手配給映画館の復活となった。また、中央通り F 地区や西町東南地区では、マンション主体の複合施設が完成している。それ以外では、旧富山西部跡一帯は、2018年度末を、目途に、商業施設、マンションで構成する再開発工事が進んでおり、西町、ソークルは北地区、中央通り、D 北外区においても、 複合施設とする再開発を検討中である。中心商店街は、ソークルワ通り商店街と中央通り商店街である。この2つの商店街はアーケードで連続しており、2つを合わせたアーケードの長さは1キロにも及び、北陸最大の規模になる。反面、その長さゆえ、集客効率が悪く、 中央通り商店街の一部分でシャッター通りを生む一員となっている。夜の観楽街は桜木町である。北陸では石川県金沢市片町地区に次ぐ集積となっている。2000年、府中地域に大型のショッピングモール、フューチャーシティファボーレがオープンした。また、市の環状道路である草島線及び、 国道359号沿いの荒谷から府中町、早星にかけては、ロードサイドショップの集積により、一大証券となっており、活況を呈している。そのため、中川原や係を、府中大橋付近では、休日には、大渋滞が発生する。マリエと山 CIC 富山市内の主なショッピングセンター、大型スーパーについては、以下の通りである。ウェリントン市は、 旧大沢農町、残る三都市は、旧富山市と締結されている。上記のほか富山県に系列局のないテレビ朝日、北陸朝日放送などの石川県域民放テレビ各局、読売新聞などの全国資格紙北陸中日新聞、共同通信社、時事通信社などが市内に拠点を有する。富山大学、杉谷キャンパス。 富山県美術館その大量機関富山地方、鉄道富山高専のポートラム、富山空港富山駅新幹線ホーム、富山地方鉄道路線図隣接する市町村のうち、鉄道線により直接結ばれているものに限定した。神通郷八尾の町並富山運河関水公園、美術館、博物館、資料館も参照名産品も参照。ありがとうございます。